2008年の空撮渋子国家石油備蓄基地は、鹿児島県肝木月郡東串良町及び肝木月町に、ある、石油備蓄基地。柏原海岸沖の渋子湾を埋め立てて造成された196ヘクタールの人工島に立地しており、43基の原油タンクに、国内消費量で約9日、分相当の原油を備蓄している。建設当時は、 シブシ石油備蓄株式会社が管理、所有していたが、2004年の国家石油備蓄の直轄事業化に伴い国に移管された。現在は、独立行政法人石油天然ガス、金属鉱物資源機構が所有し、シブシ石油備蓄が創業業務を自宅している。1960年代より構想があった。当初は1000万キロリットルの予定で、石油化,化学、コンビートや造船、 鉄鋼などの総合工業地帯を造成する予定であったが、反対運動によって計画は大幅に縮小された。敷地は約 1.5km 四方の人工島で、陸岸とは柏原大橋で接続されている。敷地内は西側に管理棟、緑地、中央に原油タンク、東側に排水処理施設、窒素製造設備などのプラントが配置されている。 原油タンクは地上体育方式で南側が第1航空、北側が第2航空となっている。受け入れ設備は南東の海上約 1.4km 沖合に30万トン級の原油タンカーが接岸可能なシーバース1機が設けられており、移送のため海底徘徊が付設されている。原油流出事故、火災事故に備えて消防船と 大型化学消防車が配置されている。また、敷地は緑化されており、黒松など約6万本が植栽されている。ありがとうございます。